ウォーゲーム、ウォーゲーム、現代、ウォーゲームスは、1983年に、北米で公開された、ジョン・バダム監督、マシューブロデリック主演の SF サスペンス映画である。コンピュータネットワーク下の戦争を題材とし、コンピュータ制御の戦争システムの危険性、またティックタクト三目並べを通して、核戦争の無意味さを描いた作品である。 マイクロコンピュータが多数販売され、また、それが従来からあった無法行為である、電話のただがけ、と相乗して、ハッキング行為も広まり始めた時代であり、話題となった。当時、この映画を特集したテレビ番組の中で、実際はどうなのか、大丈夫かという声が上がり、ノラドの広報担当は、司令部コンピュータネットワークへのハッキングは、絶対不可能。 また算出された結果はうのみにせず人間が必ず確認していると回答したというエピソードがあった。さらに映画の公開と前後して実際に米軍のコンピュータが不具合取り核ミサイルを発射する危機器に陥りそうになったことも相まって映画がヒットしたという逸話もあった。コンピュータによる新しい戦争の形の可能性を描いた作品としてはこれ以前に 地球爆破作戦があるが、本作はコンピュータの一般への普及やコンピュータネットワークを描いた点が新しいものとなっている。さらに自己学習能力を持った AI の暴走をも描いており、深層学習などで進化した現在の AI 研究に対しても継承を鳴らすという意味において今再び見直されるべき作品となっている。主人公の高校生、デビッド・ライトマン。 マシューブロデリックは、高校の教師用コンピュータに侵入し、自分の成績を書き換えたりすることのできる若き、クラッカーで電話のただかけの矢を参照テクニックも使い、データシステムにアクセスして遊んでいた。ある日、デビットは、様々なゲームが楽しめるホストコンピュータ、ジョシュアに接続する、パソコン用ゲーム開発会社のコンピュータに接続したと誤解したデビットは、 アメリカ合衆国とソビエト連邦との核戦争をシミュレーションするゲーム、世界全面核戦争を見つけ、クラスメイトのジェニファー・マック、アリー・ CD と一緒に試してみることにす。しかし、実際には接続したコンピュータは北、アメリカ航空宇宙防衛司令部、ノラドに設置された、核戦争シミュレータ用の人工知能、ウォーパー、ワッパー、ウォーアパーシャンプランレスポンス。 戦争作戦計画対応でデビットが見つけたのはワパーの開発者フォルケン博士の残したバックドアだった。知人でコンピューターシステムを研究する大学生ジムに軍のものかもしれない調子に乗るなよと注意されたにもかかわらずデビットは全面核戦争ゲームをはじめしかも状況はノラドの戦略スクリーンに投影されノラドのスタッフは実際に ソ連側が軍事行動を始めたと誤解してしまう。ソ連外交部は軍事行動を否定するが、米軍はデフコンをレベル2に上げる決断を下し、米軍の動きをソ連側が挑発とみなして、米ソの状況は次第にエスカレートしていく。たまたまデビッドが母親の言いつけでゴミを捨てに行くためにゲームを中断したことで、全面核戦争シミュレーションが中断してしまい。 ベーソの衝突は回避された。しかし、ノラドの情報技術者、ジョン・マッキトリック、ダブニー・コールマンがシステムのログを解析して、デビットのハッキングが逆探知され、デビットは連邦捜査局により、ノラドへ連行さる。マッキトリックとノラドの司令官である、ジャック・ベリンジャー将軍、バリー・コービンは、ティーン・エージャーに過ぎないデビットに、ハッカーとしての能力があるとは信じられず、 デビットのやったことはソ連が実際に軍事行動を起こすための陽動作戦の一部であると固く信じ込み、デビットをソ連のスパイの手先と決めつける。ノラドに監禁されたデビッドはジョシュアを開発したスティーブン・フォルケン博士、ジョン・ウッドを見つけ出して誤解を解いてもらおうとハッカーとしての技術を駆使してノラドを脱する。一方、ジョシュアは中断された。 世界全面核戦争ゲームを再開し、ノラドのスクリーンに表示されたソ連軍の動きに対応して、米軍は再び防衛体制のレベルを引き上げ、米ソの軍事衝突の危険は次第に緊迫する。デビットは陰性していたフォルケンを見つけ出し戦争に備えて封鎖される寸前のノラドに戻る。フォルケンの説得により、ソ連の核弾頭の着弾が本物かどうか、 確認するためにベリンジャー将軍は反撃命令を保留する。米ソの全面核戦争が回避されたのもつかの間、ジョシュアはアメリカ側の反撃として自ら ICBM を発射すべく発射コードを解読し始める。ジョシュアが通常の入力を受け付けず停止させるために電源を切ろうものなら、ノラド自体が攻撃を受けて壊滅したことにされ、ミサイルは即時発射されてしまうため、 デビットは、ホルケンの残したバックドアからログインして T T 等、TIC、TAC 等3目並べゲームを始め、システムの処理能力をそぐことを試みる。3目並べは、相手がミスしない限り引き分けに終わり、必勝手順がないゲームであることを学んだジョシュアは、今度は、あらゆるパターンの各戦争シミュレーションを始める。ジョシュアは、各戦争は、どのようなパターンであっても、 必勝手順がないという結論に達し、各戦争シミュレーションの実行を中止する。ジョシュアは、ノラドの戦略スクリーンに、グリーティングプロフェッサー・ホーケン、こんにちは、フォルケン博士エストレンジゲー、奇妙なゲームですザ・オンリノベライズ版では、後日談として、フォルケン博士は、陰性状態から現場に復帰し、デビットはハッキングから足を洗って、フォルケン博士の下で、 コンピュータ技術について学ぶことが記述されていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。